4レース1次予選1、2着になりました福岡の後藤選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。初めての特別競輪でしたけども、まず感想はどうでしょうか。いい緊張感の中で走れたと思います。やっぱりお客様の数っていうのもまた違いますか。いや、すごく目に入ってたんで、発走機のとこからレース終わるまですごい声援もらってたんで、何度か期待に応えることができたんで良かったです。レースの方なんですけども、後ろからになりましたけども、作戦はどういった作戦がありましたでしょうか。前が取れたらいつも通り突っ張り先行したくて、で車番的にもちょっとフリーだったんで後ろからって形になりましたけど、後ろからになっても抑えて主導権を握る感じでした。須田選手から牽制がありましたけども、あのあたり出るところはどうでしたか。結構ずっと上走らされて、とりあえず自分の足のためにもまずは前を切らないことには不発になっちゃうんで、そこだけをとりあえず集中して、で行けるところでもうしっかりできてから、あとは主導権を握るって感じでした。そのあとできて、あと中段でも中段争いがありましたけども、今回ライン3人で決まったところで、ご自身の状態っていうのはどうでしょうか。1走しかしてないんで何とも言えないですけど、状態は悪くないと思います。平塚は今年の4月に走られて、2着、3着、2着で全てバック取られてますけども、イメージっていうのはどうですか。すごく先行有利なバンクだと思います。ご自身に合ってるなっていう感じですか。でここに来る前は佐世保ミットがありましたけども、少し空きましたけども、何か取り組まれたりはされてますか。ここ来る前に栃木で、はい、酒井さんとか増木さんたちと練習させてもらう機会があって、すごく刺激になりました。実際、レースとは違う形で走ってみてどうでしたか、その感想っていうのは。すごいボロボロされてたんですけどレースがすごく自信になって臨めてると思います。わかりました。今回ライン決着で大きい2着ということで、この後も続くと思いますので、はい、この後のレースに向けて意気込みをよろしくお願いします。はい、引き続き精一杯頑張りたいと思います。応援お願いします。